皆さんこんばんは。今日もいばきらナイトの時間がやってまいりました。鈴花ゆう子のただいま茨城。本日は中国遼寧省出身、岡山育ちの私わさびがお届けしたいと思います。今夜もね、ツイッターと連携して番組をお届けしてまいりたいと思います。ツイッターやってらっしゃる方ね、ぜひハッシュタグシャープいばきらを つけて、つぶやいてくださいね。はい、ではちょっと早速ね、ツイッターの方を覗いてみようかと思いますけど、はい、はい、いいですね、誰っていうコメントがありますね。こちらのスタッフさんもみんなバカウケですね、またわさびかよ、はい、ごめんなさいね、2連続でごめんなさい。はい、私ね、ものすごく今、緊張しております。じゃあね、はい、そろそろね、今日も素敵なゲストをお呼びしたいと思いますね。はい、皆さんご存知かと思いますが、和楽器バンドで、はい、僕と一緒に活動しています、ボーカルの鈴花ゆう子さんです。どうぞ。拍手足りなく。どうも、ようこ初めそ。まして。あ、じゃないよ、皆さそうですね、でも初めての方も今日いらっしゃると思うんで、はい。ちょっと自己紹介お願いしてもいいですか？はい。はい。茨城出身のシンガーソングライターで、主に今歌手をしております、鈴花ゆう子です。詩吟の師範もやってます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あ、すごいですね、詩吟の師範でいらっしゃるんですか？はい。はい。 じゃあ詩吟は結構もうお得意なんですか？なんでわさびが初めてみたいな感じになっちゃって、私といつも一緒に活動してるって体じゃない。いろいろ間違っちゃってて大丈夫。いやでもね、多分ね、初めて見てる方もいらっしゃると思うから、この素敵な歌声をちょっと披露してもらえたらなと思うんですけ最ど、初から最初から飛ばしていきま進すね、行が今悪いね。日は。飛ばしますよ。あ、いいですよ。何をやるって？何を、いつものやつ、みんなやったらもうドーンってなるあれ。なんだろうね。専門だから歌えばいい。あ、専門だからいいね。それ言っちゃおうか。セッションしますよ、お、僕は一すいま緒に。せん、スタッフさん、大丈夫ですか？このスクレッチ。大丈夫ですか？皆さん、わさびさん、下手くそかって言われて。誰？マいジつ誰？もよりグダグダな感じですけどね。振りが雑。MC がドイヒ。数日遅れないプリルフール。私は助けないからね。いいの？俺このままやっちゃっ頑て。張って、頑張っ頑張って。ていいの？助け30ない分よ。間俺これやっちゃ私うよ。は助けあ、ない。そギブアップって言うまでは助う。あ、けない。そう。あ、そう、やっちゃうよ。今切らないとこれ最終回だって知らないよ、俺。今年度初ですからね、一発目の茨城らナイトなんですけ ど、はい。茨城と何の関係があるんですか、僕わでさすびくか？んは。僕ね、納豆好きなんですよ。ああ、それで採用された。そうですね。なるほど、なるほど。ほら、いいま司だ行会く者はよ。話は止めないから。知らないかんね。いや、俺やるよ。これでもやるよ、俺やるは。よしか言ってないよ、さっきから。君は。やろうか、さっき言った専門桜ないね。よ、はやっい。ちゃうか、やっちゃうか。ちょっといっぱいね、僕今日おもちゃ持ってきたんで、セッションおもしちまゃすよ。箱持ってきたんだ、そうもん、そう来るっそうて言ったそう。から。カウント、カウント。あ、俺カウント？どれでカウントどうかな？なんか全然台本と進行が違くてびっくりなんですよ。もう何なの、この子。はい、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。千本桜、夜には許さない。歌えないよね。もう一回、もう一回、もう一回。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。千本桜、夜に紛れ、君の声も届かないよ。ここは宴、茜の森、その断頭台で見下ろして、三千世界、常世の闇、嘆く歌も聞こえないよ。青藍の空、遥か彼方、その光線銃で撃ち抜いて。これ面白いよ。よっ。これ何これ？で、ビブラスラップって言うんですよ。面白いでしょ。これもともとね、このおもちゃ面白いね。そう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 、演歌とかでよく聞くでしょ。打ち抜いて。
はい、ギブアップすみませんでした。これギブアップなんだもう僕は無理でした、はい、いやエガちゃんのモノマネやってるのがいやもう帰りたい。いや今日初めてねご覧いただく方もいらっしゃるかもしれませんけれども、うん、まあ、実際は私が普段 MC をさせていただいております、はい、茨城水戸市出身の鈴花優子でございます、はい、そして今日ゲストにお招きしたのが、私がやっているバンド和楽器バンドというのがですね今ちょっとね今日はヤフーニュースにもなるほど話題を呼んでおりまして、うんうん、その中でドラムを叩いております、わさびくんです、はい、わさびです。よろしくお願いします。改めましてよろしくお願いします、はい、で今日裸ですけれどもこれが正装になります、うん、いつもこの格好していて背中にね文字を書いて背中で語る男ということなんですけど今日は何て書いてたの君。これ私が書いてるからね言ったってね下克上ということで完全に失敗だったけどねいいんじゃないかな。なんかでしょこの番組をね、はい、準レギュラーとしてね準レギュラーとしてね前回も来てますからね。そうですね、何か2回連続来ちゃいましたね2連続で今日もわさびかっていうコメントがたくさん来ているけれども、やっぱあれだねこうゆこりんが進行すると安心するねいや私はどこまで黙ってようかなと思って眺めてたんですけどいやわさびくん今日は、はい、また2度目ということですけども、はい、今日もね嵐にてもらったんですが、そうですね、今日もですねいつもやっているコーナーの中で、まあ、楽しんでいただければと思うんですが、うんうん、いつも私がやる番組がこう、まあ、1ヶ月に今1回か2回ぐらいのスパンなんですけども、その間にあった出来事を写真でご紹介する、はい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 、ということをやっておりまして、まずはこちらのコーナー行ってみましょう、はい、思い出写真館のコーナー。よっ、先に何が来るかな。和楽器バンドの方だと思うんですけど、4月の頭ぐらいにですね和楽器バンド2日連続のリハーサル日がありまして、そのリハーサルの光景をですねぜひこの今日はわさびくんがゲストなので写真を見ていただこうかと思って持ってきてます、うんうんうん、これは108の大ちゃんとあれはアッサさんかな、後ろがアサですね。これマッサージされてるところだと思うんだけど大さん嬉しそうだなそう、大ちゃんは最近パパになったんだけれども、赤ちゃんが生まれたばかりパパになってちょっと貫禄も出てきたんですけど、そうですね、こういう無邪気なところは変わってないんです。その後ろで眺めてたのが清ですね、あれね。うんでこれ大さん頭2つになっちゃってるけれども最近あれだよね、マッチ、ギターのマッチ屋さんがバスケにやたらハマっていて、この日もなんかバスケットマンみたいな格好をしてリハーサル来てたんだけども、バスケットボール持ってきていたんですよね、うん、和楽器バンドのみんなでちょっと遊んだりしながら、大さんがフードついてたんで、まあそりゃいじられるわな。まあねやきよしにしっかりとボールをはめられ、頭が2つになっている状況ですね、うん、はい、次の、はい、これ全員で、うん、全員映ってるかな、ちゃんと映ってるね。左からわさび、クロナさん、うん、ベニ、ベニ、見えないの、見えないな、ちょっとちっちゃくて、あれが私がいてその後ろに大ちゃんがいて、あー朝前がマッチ後ろがキヨシですね、うん、これあれですよ、スタジオで鏡越しに撮ってた写真です、うん、はい、そして次が必ず毎回やるんですけど和楽器バンドって楽器が7つあるじゃないですか、必ずチェンジして遊んでんだよね、うん、そうですね、で結構他の楽器のことをまあ知りつつ、うん、だんだんみんな他の楽器も上達していくわけですが、これは琴の清が三味線を弾いてたところで、でこれベニーがドラムやさなきゃ結構上手いっつってね、結構上手い、やっぱりみんなね、それぞれ自分の楽器ちゃんと弾いてるからか、うんうん、他の楽器もすぐできるね、うんうん、上達が早いよね。そうで、私この後和太鼓と私が和太鼓やってベニとセッションやってドラムバトル真似しっこしてたんだよね。ね、でこれあれだね、大さんと俺が、うん、クロナさんの弟子ということで太鼓半分ずつ叩いた写真を私が撮った写真ですね、うん、いつもこんな感じやってます。でこれさ、隠し撮りしたんだけどさ、もう下ろす寸前だったんだけど、うん、急いで撮ったんだけどちょっと間に合わなかったんだけど、クロノさんがベース、クロノさんマジクロノさんもやっちゃってんのこんな珍しいクロノさんがねベース持ってたんですよ。へー、あ、珍しいと思ってカメラ用意したんだけど、うん、まあ、ちょっとギリギリなんとか撮った写真でした。へー、知らなかったでしょ。クロノさんもやんちゃしてんな、可愛いな。さあ続いて、はい、で、なんか2日連続
リハーサルしてましたらみんなが結構だんだん疲れてきてたんで、まあ、リーダーである私がですね、花見行くかっていうことで近くと、うん、5分ぐらいのところでね、うんうんうん、近くの公園に、すごいたくさん桜が咲いているという情報をゲットしたから、ランチタイムにピザを頼み、ね、わさびピザ頼んでって私言ってね、うんうん、頼んでわさびがピザ頼んでくれて、うん、みんなで外にランチタイムは1時間ぐらいでしたが、うん、遊びに行きました。でみんなでこれ気づいてる子いたんだよね、なんかいたっぽいよね、向こうでキャッキャーっつってね、うん、わがきまんだな、うん、こっちのほとんど見てね、うん、あの桜の下でお花見してる多分女子中学生ぐらいかな、うん、がちょっと私たち気づいてる様子がありました。みんなでね、第三をいじるたんびに向こうでもこう爆笑してるっていう、ね、そう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 一緒に爆笑してたからね、そう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 これわさびくん、うん、ベニーの写真ベニーが桜の写真を撮ってる写真、写真俺パパ大パパ大さんがあのピザのゴミ回収してくれてる様子、うん、そしてペットボトルのゴミを回収してフードにみんなに突っ込まれてる、いろんなもの入るね、あのフードバスケ入ったりとかでこれ私が作ったんですよ、いいポスターになりそうだったんで、あの写真も私が撮った写真でいい写真だったでしょ、うん、でこれ最後集合写真を撮りまして、なんかねこのメンバーで撮るとなんとなく並んで、いつものアーティスト写真の位置なんだよね、一応ね、これ。あ、そうだね。はい、みんな、アッシャの位置で立ってーって言うと、パッてこう、パッて、こうパッと並ぶ。自分の定位置にね、みんな並んで、ね。そう、自分の定位置並んで、続いて、はい、チーズって言って、その辺にいるおじさんに撮ってもらったんだっけ、これ、そうだ、これ、さ、やばかったよね、これ、超面白かった。このおじさん、超面白くて、なんか、ベニーの携帯を借りてですね、行くよっていう感じでおじさんが押すと、絶対連勝なんだよね。そうそうそう。行くよー、はい、せーの。20枚くらい撮ってんの、それでフェニーのフォルダーの中が同じ写真がバーッてできて、そうそう、でちょっとまあもう1枚いくねっつって、はい、せーの、もういらない、もういらねえだろっていう感じで、なんかいいキャラのおじさんだったんで、みんな笑っちゃってんだよね、そうそうそう、程よくみんな笑顔で撮れてる、うん、いい笑顔になったよね、写真で、でまあね、そんな感じだけど、このメンバーでなんとなく立つとあの形になってて、いい記念写真になってていいねっていう話をみんなでしてました、うん、これ何気に立ったのにカッコついてるじゃんねまるで青春ドラマのようだよね、なんか10年後とかいい思い出になってそうだね、本当でしょ、涙しちゃう私これったら、10年後10年後どうしてんかねあの頃は、ね、はい、じゃあ次の詩いってみましょう。実はですね、昨日、一昨日と花風月で茨城県内で活動しておりました、一昨日4月5日はつくばで、伊袋清ことですねと、鈴花優子が詩吟のワークショップをやってました、はい、小さな文化ごとっていうのを持ってきて皆さんにことに触れていただきながらっていう、時間を設けて、だいたい20人から30人ぐらい の人数に絞って参加者募って、それをまあ2回、昼と夜と夕方かとやったんですけど、でそして昨日は大ちゃんを呼んで、水戸のシェアオフィス 3S さんっていうところでですね、花風月のライブをやりました。で、前の日に文化コート持ってきてたから皆さんに文化コート触ってもらおうということで並べといて、でそれでみんなで桜桜を花風月とセッションするっていう時間も設けて、なんかいつもと違う時間だったからみんなすごく喜んでいただいてですね、普段とライブとはまた違って面白いっていう好評いただきました。こんな感じで清志が直接ことを教えたりとかするので、あの若い子なんてね、喜んでましたよでこれ大ちゃん、これライブ中ですね、あのお客さんの近くに行って大さんは耳元でシャッカーチフーってやったりするんですよ。お客さんの後ろで吹いてるんですか、これは。目の前まで行って、あ、大ちゃん動けるから、うん、そしたらお客さんが喜んで、あのそれを撮ってる写真だと思います。うーん、あ、なるほど、ね、あ、お客さんが撮った写真なのね、これ、うん、そうそう。そしてこれあの大ちゃんがライブ後にサイン頑張ってたんで、じゃあ大ちゃんのシャッカーチ持って頑張れって息吹き込んでるところです。はい、こんな感じで写真を紹介しました、はい、またですね、次のいばきらまでの間の写真も紹介してみたいと思います。お楽しみに、はい、だいたいツイッターで私紹介してるんですけどね、うん、今の写真は結構上げてるよね、うん、ただ黒野さんのレアな写真とかここのいばきらでしか
出してない写真なんかも突然飛び出してくることもありますのでお楽しみに。それでは続いてのコーナー行きたいと思います、はい。リスナーの皆さんから送っていただいた心理テストに私たちがお答えしようというコーナーです、心理テストのコーナー、ね、うん、はい、いつものやつですね。今回はですね、はい、もう抜粋してあります。何を、はい、これこれこれ、はい、これ第3からいただいたんだっけな。ある日あなたは遊園地に行き記念撮影をしましたが、後日写真を見てみると偶然その写真の中に誰かが写っていました。さて一体誰だったんでしょうか、というような内容、うん、はい、うん、私はねもう決まってるんですよ。最初に見た時にやったんだけど、私は A、 友達を選びました。さあわさび氏は誰と行ったの。え、誰と遊園地に行ったの。それわかんない。たまたま映り込んでいたのが誰だったでしょうっていう問題でしょ、うん、で皆さんもね今もう早速つぶやいてくださってる方がいるんですけれども、ハッシュタグイバキラをつけた上で答えを見ていただければ、あ、この人はこうなんだっていうのを私も今これリアルタイムで見てます。11さん C、 グリーマさん C、 キアさん C、うどんどんさん A、 じゅんちゃんさん C、 C が非常に多いですね。芸能人どこに今何なの。 A だよ、友達。芸能人なんて一つも思わなかったんだ私。B かな。 B、うん、B は元カノですか。はい。なんか重いな。なんかそういうのを想像しちゃうね。それドロドロした展開好きだよ。ドロドロした展開が好きなの。なんかあれですかね、あの欲求不満なんでしょうね。そういう感じなんですか。そういう問題なんですか。わかんないけど私なりの心理テストしてみたんだけど。ということでこれ一つ目の答え、そろそろ言ってみたいと思います。回答、この心理テストではあなたの現実逃避度が分かります、はい、ということで A を選んだ人の現実逃避度は 30%。 これ見た時に私本当に選んでるんだからね、うんうん、答え見たからじゃないんだからね、うんうんうん、で、ここでの写真の中に写った人はあなたが心のどこかで気にかけていたり未練を感じたりしている過去の出来事象徴だそうです、うん。友達が写っていたという人は今現在の生活が充実していてそれほど強く心に残っている出来事がない状態でしょう、うん、割とサバサバした性格の人か前向きな性格の人が多そうです。どう。おお、当たってるね。やろ、うん、だろとか言って。あ、皆さんどうでした。 B ですか。あ、一緒。どうですか。 C ですか。どうですか。 B で。ああ、 B が多いですね。 似たような空気しますね。仲間だと思ってました。さあ、じゃあ B 行ってみましょう、はい。B を選んだ方は感動的で嬉しい出来事や失恋などのショッキングな出来事など忘れられない思い出が心の中にあるみたい、うん、でも何か新しく心を切り替えられる出来事があれば割とすんなり現実に戻れそうですということで、どうでした、うん、でも感動的で嬉しい出来事とか何かが残ってるって書いてあるね。まあそうだね、結構やっぱりあの哀愁に浸る時あるよね。現実逃避度 60%。 あ、高いね。そうだね。結構現実逃避僕好きですよ。はい、じゃあ C を選んだ方、これが 80% の現実逃避度でした、はい、みんな多いね。あのね、イバキラ見てる人みんな現実逃避しちゃってんだよ。そっかそっか。みんないいんだよ、現実逃避しよう、ここでして忘れよう。はい。ゆこり見て忘れなさい。ここで、芸能人が写っていたという人は、必要以上に思い出を美化したりいつまでも失敗を悔やんだりとちょっと過去を引きずる傾向にありそう。ロマンチストで優しい人なのでいつも何か心の支えになるものを求めている。私ですよ。あなた A じゃなかったの。違う違う違う、今のはロマンチストで優しい人たちなんですよ。ロマンチスト C を選んだ方々は、私は優しいって、いつも何か心の支えになるものを求めているって。あ、まあ、マイクガシガシしちゃった。っていうことにして綺麗に終わったんじゃないかこれ、ね、終わったの。今の しまったのかな。 C まで。 C を選んだ方多かったんですけど、あのイバキラナイトを見てね、うん、あの心の支えにしていただくってことでね。そうですね、はい、はい、もう一つ行ってみましょう、はい、もう一個あります。あなたは今まさに銀行強盗をしています。お、見えない、守備よく守備よく大金を手に入れとっとと逃げようと銀行を出ましたところがもうすでに手は回り銀行の外にはたくさんの警察官の姿が。あなたはその瞬間どうしますか。
どうしますか。こっち見ればいい。私こっちに送ったの、うん、そうだよね。ちょっとやってて。どうですか、わさびくんは。どうしますか、うん、あどうすんだろうな。武器は持ってるかどうかだよな。それによって変わるよね。どうしますかっていう問題で、じゃあ、うん、まあ、何でもいいよ、うん、なんか話作って。どうしよう、頑張ってその隙間をこう抜けようと頑張るけど、結局捕まって、御用になる。頑張るけど、捕まって御用になる。そうそう、いいね。次どうですか、うん、完全報復。終わった。どうですか、もう一方ぐらい聞いてみたいな。僕も報復しようと思ったの。おお、抵抗しない。どうですか。なるほど。私すっとぼけます。すっとぼけ、おお、新しいなそれは。うん、はい、っつって、うん、これ銀行強盗をして、うん、大金を持ってんのにすっとぼける。うん、あ、これ今下ろしてきたっつって。でも何事もなかったかのように。なるほど、うん、なんかまるで被害者のように。おお、うん、それ面白いな。まるで被害者のようにしますね。皆さんどうですか。人質に紛れる。あ、近いんじゃないかな、私と。人質に紛れる。あ、まあまあすっとぼけるってことだよね。なるほど、近い、逃げる。さあ、これ答えいってみましょうか。はい、はい、その時に取った行動はズバリ浮気がバレた時の行動です。お, お二人は完全報復なんですね。すいません、ぽいな。ぽいよね、ぽいですよね。ぽいぽい。で、わさびが一旦頑張ってこう逃げようとするんだけ ど, けど結局捕まる。ぽい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 。すっとぼけそう。私すっとぼけるよ。最後まですっとぼけるよ。はみたいな。これ当たってるね。面白いでしょ。これいいね、はい、これいい問題でしたね。ということで、今日の心理テスト2つやりましたが、はい、皆様から、お寄せいただいている心理テストをスザンナリコと、そしてその時のゲストさんに、はい、お答えいただき、皆さんにもツイッターで参加していただくというようなコーナーが心理テストのコーナーなんですけれども、この後も募集しておりますので、いばきらドットスズハナユウコアットマークgmail.comまでですね、お寄せいただければと思います。このアドレスがもういばきらナイトのこのお時間のアドレスなので、ファンメールも心理テストも全部ここです。はい、みんなメモってキャプってキャプってこちらにお寄せください。はい、はい、ありがとうございました。それではですね、時間が経つのが本当早い。早いね。お知らせに行きたいと思います。はい、和楽器バンドがですね、今日ヤフーニュースに載っていたということを先ほど言いましたけれども、内容がですね、動画を上げてたったの2ヶ月で200万再生を超えていて、海外で話題を呼んでいるというような内容だったんですね。で、私知らなかったんですけれども、わさびがツイートしてるのを見て、おお本当だということで、和楽器バンドメンバーみんな喜んでましたけれども、今すごく動画の再生数が伸びていて、はい、海外でも人気を集めている最中ですので、頑張りたいと思います。はい、そんな若きバンドエイベックストラックスより4月23日に、アルバムがメジャーで出ることが決まっております。はい、まもなく第2弾の方もですね、YouTube、うん、そしてニコニコ動画の方にアップロードされる予定もありますので、そちらもぜひお楽しみにしてきてください。よろしくお願いします。そして皆さん、ぜひぜひご予約の方を。はい、はい、和楽器バンドのですね、お知らせを少ししていきたいと思うんですけれども、まずは4月26日、27日に、幕張メッセにて行われますニコニコ超会議の方に出演します。ちょっとこちら画面には出てないですが、26、27日の両日、和楽器バンドの握手会があります。その場でアルバムを買われた方と、和楽器バンドのメンバーが、握手ができる、まあ、メンバーとですね、握手ができるというような会です。首いっちゃったの、うんうん、4月27日はですね、幕張メッセのイベントホールの方で行われるニコニコ動画の中で人気のある、アーティストが集まった、ライブです。ライブイベントニコニコ超パーティー3に出演いたします。和楽器バンド もうチケットは、リアルチケットはないんだよね、きっと。あ、超パーティーの方、うん、チ
かないのかな、多分ないね、うんうん、で、ネットチケットの方は販売しているようですので、うん、ニコニコ動画でネットでライブが見たいという方はネットチケットをご購入ください。ネットチケットしかもあれ早く申し込まないとどんどん値段が上がっちゃうんだよね。そうそうそう、うん、で、消えてしまったんですけれども、5月の14日の水曜日にはですね、渋谷のタワーレコードの地下1階にてリリース記念スペシャルライブ開催が決定しております。こちらのライブなんですけれども、タワーレコードの対象店舗にてご予約いただいたお客様に整理券をお配りしております。詳しくは、私たちの和楽器バンドのホームページに書いておりますので、そちらでチェックしてみてください。秋葉原とか池袋とか、あとは渋谷とか、そのあたりの店舗で予約すれば大丈夫なようです。でネットでもできるんでしょ、はい、それってなんか対象店舗で買うような系の予約の仕方があるっていう噂をちらっと今被ってることでなんかあんまり話聞いてないんですけど聞いたんですが、ちょっとその調べてみてください、遠いという方は。はい、そして続きまして、花風月のご紹介です。花風月というのは私がピアノボーカル、こちらに載っているユニットなんですけれども、ピアノボーカル、そして琴の胃袋教師、和楽器バンドと同じ人ですと、尺八の神永大輔、こちらも和楽器バンドと同じ人です。で和楽器バンドよりも先にできていたユニットです、うん、今年で3年目になるんですが、アコースティックのユニットです。なので 和楽器の音がよりアコースティックで聞きたいという方なんかは、結構気に入っていただける方もいらっしゃるかと思うんですが、続々と、予定が決まっておりまして、はい、花風月5月の頭に西日本地方に初めて、ツアーに行くことに決まりました、はい、そんな中5月3日にはですね、岡山県に行くんですが、なんとわさびのですね、ふるさとなんですよね、地元。そうですね、うん、はい、なので今回佐々木明の方の名前で名義でですね、花風月と一緒にライブをすることに決まりました、うん、僕じゃないですけどね。あ、僕じゃない、何そのなんかクロノさん的なやつ、すごい面倒くさいやつ、ないですか、うん、でもそう、僕にとてもよく似た佐々木明っていうね。きっとクロノさんあれですね、かなり尊リスペクト、うん、リスペクトしてますね、マジクロなリスペクト。なるほどなるほど、いえ、なんで、なんかわさびのツイッター見ると、うん、わさびスラッシュ佐々木明みたいな書いてあるけど、あ、共用のアカウントなんですよ。ちょっと似てるからね、うん、そうなんだ、そう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 、ということで、あの、めんどくさい人と、うん、めんどくさいですね、ごめんなさい分かっておきまして僕です僕です僕です僕でいます、よろしくお願いします。岡山行きます。もう続々とね、チケットの予約入ってるんだよ。あ、本当ですか、うん、あ、地方でもこんなに来てくれるって言ってる方いるんだと思って、すごく嬉しいです、嬉しいですね、はい。で5月6日はこれ対バンライブなんですが、あのリンさん、メシアさんってもともと言う方なんですけども、とかと、あの、仲良しでして、あの、西日本に来る際にはぜひ対バンをと前々から言ってくれてたのが実現することになりました。5月6日は大阪でライブをします。なので関西地方の方、お近くの方はぜひぜひ会いに来てください。こちらもですね、あの、すごくたくさんご予約いただいておりまして、光栄に思っております。花風月を見に来たんだぜって入り口でちゃんと言ってくださいね。はい、そして5月11日は、鳥取県に行きます。鳥取わらべ館にて、これ100人ぐらい入る場所らしいんですけど、はい、コンサートをやりますので、近くの方そちらもよろしくお願いします。そして5月30日はこれ東京です。はい、東京のラリールという場所で、うん、昔私、まあ、もともとピアニストなんですけども、ピアノのコンサートをよくやってた、すごく響きのいいサロンコンサートするような場所なんです。そこであえて和楽器の音色をね、直に聴いていただこうと思いまして、生音ライブを開催することにしました。以前福島県のいわきで、生音ライブをやったら、とても、あの、皆さん喜んでいただいたので、東京でもということで、昨日夜発表したんですが、すでにたくさんのご予約いただいてとても感動しております。こちらも、あの、生音ということで、キャパシティがあえて生音優先にしてるので決まってます。70人ぐらいしか入らないので、お早めにご予約いただければと思いますので。大体どの辺なんですか？これ三岡谷っていうところで、丸の内線で池袋のそばです。ああ、なるほど、はい、お待ちしてます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではですね、ここで少しファンメールをご紹介したいかなと思ってます。来てます、来てますよ。わさびが来ると少ないかなと思ったけど、来てるよ一応じゃあ1件目ちょっと、はい、あ、すごい、写真までついてる、うん、今日はファン名多いかな。ゆうこさん、首都高デビューおめでとうございます。
これ何のことか分かる？なんか初めてショコ乗ったんで運転したんだよね。そう、車の運転歴は長いんですけど、昨日初めて首都高を運転しました。ずっと避けてきたんだよね、このメンバーにパスして。そう、首都高の前のだいたい八潮あたりで絶対チェンジしてたんですけど三郷越えたら、あもうそろそろかなと思って、そこまで頑張るんですけどね、いつもね。八潮インターあたりに一回止まって、じゃあパスって必ずしたんだけど、昨日はね、大ちゃんはビール飲んじゃってたしね、きよしは疲れてね、爆睡してたからね、よし私これチャンスじゃないと思って行っちゃいよ行っちゃいよって言った大さんが、行っちゃいっちゃえって言うもんで大丈夫大丈夫って言うんで行ったけど余裕でした。おまあまあそんなビビるほどのもんじゃないですよ、なんか意外なんかね、あれなんですよ、お母さんとか、あとおばとかが、首都高はね難しいんだわあれはもう女の人じゃ大変だからやめた方がいいんだわ男の人じゃないとダメだよねって言ってたから、子供の時のその印象がすごい強くて、なんか女性はダメなんだって思ってたんですけど、私はどんどん男らしくなるよね。今男より男らしいですよねなんてこと言うんですか、なんてこと言うんだ乙女にいいと思います。か弱い女性ですよ。あそう昨日ね、もう首都高デビューしちゃったんでね、なんか何かがありましたけどね、なんか錯覚かな今ので。はい、茨城 2days お疲れ様でした。おいっこめいくともお世話になりました。帰り道はシギ祭りでしたよ。今日のわさびさん、神永大輔でお願い、ああ背中ね、神永大輔って背中に書いてほしかったんだって。ああそうなんですか。で写真も添付されてね、あのライブに来てくれた方からでした。あなるほど、これをやってほしかったみたいな。これ追い込めいくで、そういうことなんですね。はい、千葉県の春さん、ありがとうございました。スザナユコさん、そしてゲストのイケメンソードラマーわさびさん、こんばんは。こんばんは。ほらイケメンって思っちゃってる子も結構いるわけですよ最近。見る目あるよ君放送があると聞いて急いでメッセージしました。鈴花さん、花冬月 2days お疲れ様でした。どんなお土産話があるか今から楽しみです。それぞれにライブやレックや少々で忙しいとは思いますが、どうか体に気をつけてくださいませ。5月3日岡山のライブ花冬月 VS になってるVS わさびになってるフィーチャリングですよね対バンなのかなこれ対バン。俺一人で一人リズム叩く頑張るよ負けねえぞ俺バーサス、はい、わさび行くことにしました。ありがとうございます。地味に楽しみにしておりますなぜでしょうそれでは、タレ12号さん、ありがとうございます。もうちょっとまだ行こうかな、なんかそう皆さんまだ言ってなかったんですけど、イバキラ TV 実は45分番組になったらしいです。私も先ほど知ったんですけれども9時から9時45分という長いね番組になりました。なのでまだお時間あるので楽しんでください、こんばんは。昨日のミッドのライブに参加しました。 ZR1 でいいのファンさんでいいのかなです。今日はわさびくんゲストですか。私は昨日の最後の最後に手を振ってお送りしたものです。あーこんばんは、ありがとうございます。すごく和楽器バンドのファンなんですよ。あそうなんですか。で今日のためにこの和風の服を買ってきましたって言って、桜がバーッと入ってるお洋服をねゲットしてで出待ちしてくださって、最後まで見送ってくださった方ですね。わさびくんっぽい髪型にして写メを撮っていただきましたね。刈り上げてこうなってたんです。あ本当ですか。へえ、じゃあ次はぜひわさびくんっぽい服装でいつも9時頃は仕事ですが、今日は休みなので楽しみです。あどうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ゆうこりんわさびくんこんちゃ、今日はめっちゃ久しぶり、約1年ぶりにイバキラ TV でを生で見れそうということでメールしてみました。さていよいよ近づいてきましたね、ニコニコ超会議超パーティー。実は僕も幸運にも今年の超パーティー2日目のチケットが当たっちゃいました。お本当ですか。初めて超会議超パーティー再生させていただく予定です。そう今世界中が注目する和楽器バンド、ついに生で見れる時が来るんです。いやめっちゃ楽しみだ。当日は僕も精一杯の声援を送りたいと思います。いろいろ準備とかプレッシャーとか大変だと思いますが、ゆうこりんわさびくん和楽器バンドの皆さんが最高のパフォーマンスを見せてくださることを期待しております。きっと大成功することでしょう。てなわけでよろしくということで、こぶさんでした。ありがとうございます。頑張ります。はい、まだまだ来てるんですよ、どしどしと。後で見せますね。これは菊池大子さん、梅原さん、これはお名前が載ってるかな載ってないかな。ラジオネームチャーシューフットスーパーのばさん、かっこいい、ですとか、あとは
うどんのどんさん、たくさんいただいておりますが、お時間が近づいているのでご紹介につきましてはこの辺りさせていただきますが、後でゆっくり拝見させていただきます。はい、番組終了後もですね、皆様からのファンメール、そして心理テストをお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあわさびくん、そうそう、お別れの時間なんですが、今日の感想をいっぱい持ってきたのに、なんかあんま使ってないとか言うから、あの今急遽リコーダーでね、違うんですよ、違うんですよ、あのもう最初にね、やっちゃったじゃないですか、あのやっぱりやりないことは滑ったね、やるもんじゃないなって思いましたねそれであの僕のね今日の調子は全て組みましたもう全然どうだった、その今日さ、ほら、もう一回背中見せときなよ、下克上って書いてあるけど、はい、成功したのか。ご覧のありさまですよ。ご覧のありさまですよ。スタッフさんも苦笑いですよ。ね、また呼ばれるのかな、これ。やっぱほら、進行って難しいでしょ、意外と。難しいね、すごいね。だろ、ちょっと、そう、ちょっと、尊敬した？うん。マジリスペクト。リスペクト。じゃあ、また、あの、ぜひ遊びに来て。あ、いいんですか、また遊びに来て。はい、ゲストとしてね。はい、もう、はい、調子乗らずにゲストとして。今日本当はマッチもね連れてこようかなと思ったんだよね。ねえ、酔っ払ってね来なかったんだよねと思ったんですけど、まあまた今後もね、いろんなワーキバンドのゲストを呼びつつ、はい、楽しんでいきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。少しこっち見てみようかな。あ、キヨシがつぶやいてるよ、ほら、わたび。あ、もう終わりかって、キヨシが見てるわ。残念、もうバカ受けしてましたよ今日もただつぶりで、ありがとう、番組を嵐に来てくれて、はい、後であの下ネタ怒られたらいいさそうですね、なんかもうすでに結構怒られてるんですけどね頑張れわさびって言ってくれてるよ、ほらありがとうございますみんな優しいね、はい、はい、今日からもう正式に4月から一発目だったんですが、わさびくんお呼びして45分の、あっという間でしたけれども、お送りしてまいりました。先ほども言いましたが、次回は4月21日ですので、皆さんまたお楽しみに。画面がちょっと荒れちゃいましたけれども、はい、大丈夫かな。はい、消えそうだもうそろそろ、じゃあ消えるっていう時間なんで、はい、じゃあこの後はツイッターで皆様と楽しく絡んでいきたいと思います。はい、今晩もどうもありがとうございました。ありがとうございました。今キラ TV でしたいない俺たちが消えた、ダメだ